しくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。今日はこのチャイナドレスを使って、はい、お手並みを素敵な柄ですね。これはね、ダカールに行った時に生地屋街があるんですよ。はい、ですからアフリカの生地です。ホテルにチェックインしたんですよ。そしたらかやぶき屋根みたいので、ロッジみたいな、うん、だけど高床式みたいな感じで、朝ね、ギーギーってね、こう音がするんですよ、海の方から。目の前海ね、で朝早く見るともうこの景色なんですよ。ああ、なるほど。投網で丸っきり船で、そうなんですよ。全部自然と一体になって、こう全部が自分の宇宙みたいな風に抱きしめられるのがリッチだなって思ってね、それを忘れないでおこうってこの生地を手に入れたんですけど、私の実家が呉服屋なんですけれど、家具がね、荒いそうなんです、荒い呉服店って言うんですけど、素敵ですね。20年ぐらい前にアーティスト写真として使ったと思うんです。でね、その時はこうトロピカルなコサージュとか紙につけて、割と多分1枚で着るとシンプルにはなると思うので、はい、ちょっとレイヤードしてシルエットを作って、はい、あとは素敵なお色味なんでワントーンでスタイリング組んでみようかなと。このお店を選んだのは各ブランドのアーカイブがかなり揃っていて、じゃあもうミュージアムみたいですね。そうですね。もう長生きしてるとね、自分のワードローブでヴィンテージ化してるものがあるんですよ。多分前に見たことあるやつとかがあるのではないかなと思って、ああそうかも。はい。それもちょっと楽しみにしてここをセレクトさせてもらったんですね。そうですか。あ。持ってます。持ってます。ものすごく重宝していて、はい、オールシーズン大丈夫なんですよね。これは僕が一目惚れしたものなんですけど、マルジェラの90年のコレクションのもので、ご自身が着るわけじゃないじゃないですか。そうなんですよ。もうアートピースとして捉えちゃう。はい。これもマルジェラなんですけど。あ、そうですか。97年。テーマが仮売りなんで、ちょっと全部が途中っていう。この辺りの落ちた時のドレープというか、あれの入り方がすごく計算されてますね。立体裁断、なんかアクセサリーもこちらにあるような、なんか一個一個仰々しく見えるんですけど、ドレスとジャケットとこれでオリエンタルなんだけどシルエットもちゃんとあって、すごい品があるスタイリングになればいいなと。じゃあこの辺りのアイテムを使ってスタイリングしていきましょうか。お願いします。お願いします。はい、こんなの出ました。素敵ですね。着ていて気持ちがいいです。あ、本当ですか。ありがとうございます。すごいシルエットが綺麗で、なんかそのタイトなドレスに対してこの袖がボリューミーな。このシルエットでちょっと遊びを入れるっていう感じのスタイリングで、コーディネートとしてはシンプルですけれども、やはりこのピースが効いていますね。そうですね。なんかシンプルですけど強いっていうか、そのちょっと女性の強みみたいなのが出て、すごいですね。オーラというかエネルギーというか、本当に着ていてビリビリ伝わってきます。このジャケットに出会えて、このドレスも幸せでした。それでは次のエピソードもお楽しみに。